今日も全力ぶっちぎりマキピロくんでございます。はい、今回は長距離曲フンのサンザルクの攻略解説をしていきたいと思います。まずは初電下からプヨとファンシャインの間にこのエレメントショットをぶち込む。こんな感じ。結構ね、角度つけちゃっても大丈夫です。壁とこのブロックまでの隙間が結構広めに取ってくれてあるので、ここはそういった形でまず右側から処理して、次もちょっとこれ角度ないからあれなんだけど、プヨとハンシャインの間ぐらいを狙って、はい、打ち込むと。そうするとね、まあ、2手で処理ができる。で次はここで、はい、ブロック下がるのでこんな感じで打ち込んでいく。パワーアップボールを3つ振れれば加速がいるので、まあ、問題なくねいけると思います。ちょっとめちゃくちゃ動いちゃってあれなんだけど、あ、ちょっと HP の位置悪いな、えらい上上がっちゃったな。はい、じゃあ 4P なんだけど、これ打ち込めるかな。真ん中にズコンって入れたいんだけど、あ、いったね。あー、上行っちゃったわ。これ結構あるよね、間で上行っちゃうこと。あれ怖い。多分この状態だったら、おっとっと、蛇がこれ抜けるな。こうしよう。ちょっと難しいかなこれ。うわー、ずれた。オッケーオッケー、まあいい削りだ。ここぶち込みます。多分問題ないはず。はい、まあ、こういった形でちょっと削ってあげないとね、なかなかしんどいかもしれない、まあ、2手で処理するっていうのもね一つだと思います。はい、じゃあここはこんな感じで真ん中にこのエレメントショットを当てて3体処理していく。はい、で今度は、このハンシャインを処理していく。でここ処理遅れちゃうとちょっと次ねボスの即死ターンがどんどん短くなるので、そこだけ注意かな。どっちに打ち込むのかっていう形で。うわ、マジ上入っちゃった。まあいいや、これ HP ちょっと角度なさすぎて難しそうなんで上狙います。はい、あとね下のやつ処理するだけ。ちょっと1体残ってすごい嫌な形だけど、まあ、多分いけるでしょう。加速。あー、触れない。マジか。リボン3体もいるんだけどな。はい、OK。処理完了。で、今度は、まあ、左側はね、ガンってすごい火力出せるんだけど、あ、こっちの方が結構はまりやすいんだよね、角度的には。こんな感じで。ここだったら2発いるんだよね。左側だったら1発でいけるんだけど、まあ、シールドでやっぱ座れちゃう分、ちょっと減速しちゃうので、でも、ここ入れちゃおうかな。これね、うわ、あ、弱点汚いからやっぱ無理か。あ、結局そこになるのね。足りるかな、怖いな、ちょっと怖いんで打ちます。はい、で縦でねちょっと削っていきます。加速あったら多分全然足りると思うんだけど、加速ないから足りないよね。よし、 OK。結局一緒じゃねえかやってること。はいはい、ということでね、はい、処理終わりました。ちょっとパック使っちゃったんでねあれなんですけど、じゃあここは真ん中にねこのエレメントショットが行くようにして、ちょっと角度つけて弾いていく。うわ、処理できねえ。まあいいや、まあ、先にねちょっとプヨ処理した
死体、おお、おお。加速乗るのであれば、多分右の方が処理しやすいと思うので、あ、でもそんなことないか。でも角度的にはこっちだな。はい。危な。OK。片方ね、処理終わるとだいぶ楽だよね、ここ。で、次は、左のダギーを処理していく。これも結構複数踏まないといけないから、あんまり角度つけすぎると、何、下のパワーアップボール触れれなかったりとかするので、まあ、そこちょ結構注意かな。まあ、今回ね、リボンを4体編成してるんだけど、まあ、そう、問題はないんだよね、正直。これで、よっと、OK。はい。ダギーを避ける形で弾いてあげるとね、ああやってうまくいくと思います。はい、ということで、ボス戦です。完全脳筋だよね、加速の暴力。ほい、じゃあ、ここはもう、そのまま、ズギャンと、ズギャンと入れる。はい。で、下弱固定かな、固定になるので結構いろんな打ち方あると思うんだけど、まあ、ぐるっと回るのが一番入れやすいんじゃないかなとは個人的には思っている。いけるかな、これ踏めるかな、踏めてないわ。まあ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 いいでしょ。うん、これは行って帰ってくるルートになるんだけど、エレメントショットを当てんのがすっげえ難しいよね。矢印短くなっちゃったよ。ギア、ああ、ああ、ちょっと待って、これむずくないこれむずくない、これ入れれる自信全くねえな。ちょ、打つか。弱点特攻、弱点特攻のストライクショット、エレメントショットがしっかり当たってればある程度火力出せる。素晴らしいね、だいぶだいぶこれいい保険になったよ。で、これを、入れていくとぐらいかな。ギャッギャッ、よし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 、うぅ、危ない危ない。次 2P、 あ、これめっちゃいい位置じゃない。ういー、ここめっちゃ怖いんだよね、薄いから。ここ右側から処理していくんだけど、右処理できるだけでめっちゃ楽になるんだよね。ジェンやめろジェンやめろ、打ってくんな。ここがまた入れにくいのよ。加速で加速で加速で入る、 OK。 はい、次はね、ダギーちゃんの処理。さっき遅延食らったからな。ほい、こんな回る感じ。あ、やべ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 、ミスった。この 1P はね、確実に処理したいよね、ここで。ちょっと薄めで薄めで、あいや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 、あ、なんでお前残ったの。ちょっとそれ困る、めっちゃ困るそれ。二フレだったのかな。まあいいや、よし、じゃあ、ストライクショット打とうかな。あ、これ一段、一段階目だけど、あ、そこそこ火力出せんじゃねえかな。あと上から行かないといけないな。こんな感じかな。で、もうちょっと、もうちょっとこの、ここ戻して、うわ、むずっ。
よいしょ、行ってこい、着地着地。あれあれずれたね、多分ずれたね今のね。いい、もう地味に削るよ、地味に削る。あ、危な、削れてる。あ、でもリボンの2段階目のストライクショットまではいけるな。全部同じ角度じゃねえかよ。どう、大丈夫でしょう。はい、ちょっと 2P の位置がだいぶ怪しいけど、いけんのか俺。マジこれしんどいぞ。いや、ちょっと待って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 、これ合わせるのしんどいしんどいしんどい。じゃあこっちかな、こっちで、このまま。どう、危ないフォアポール使ってないけど、なんとかこうやってクリアできました。危ないな危ないな。まあ超究極、まあリボン4体積めばなんとかなる説です。はい、よかったね、皆さんもやってみてください。ということで、以上全力ぶっちぎりのマキフラ君でございました。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。あばよ、危なかった。